皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。はい、インコース10番パー4、380ヤードです。ここはやや左ドッグレッグのミドルホールになってます。ニックネームはテラスです。これは前のクラブハウスのテラスから、このホールが眺められたからテラスと名付けられたという由来があります。はい、ここはもうちょっとグリーンは左目に来てるんですけど、もうほとんどまっすぐのホールになってるので、もう正面ですね。一応狙い目の旗が少し左ぐらいが一番セカンドも打ちやすいかなと思います。そう、ありがとうございます。ちょっと最後左に落ちちゃいましたね。多分ピン狙うのには問題ないとは思います。141ヤードです。ちょっと打ち上げが入って152なので7番アイアンで打っていきます。右行っちゃいましたね。セカンドの位置によってはこの松が気になっちゃう方いると思うので、少し右目にやっぱり置いた方がセカンドは狙いやすくなると思います。56度で打っていきます。ほとんどまっすぐですね。でもピンに当てるイメージでしっかり打てばいいかなと思います。ボギーですね。ちょっとセカンドが一番失敗しちゃったかなと思いますね。やっぱりティーショットの置く位置が大事だったので、このマネジメントをしっかりやれば問題なくパー取れるホールだと思います。11番パー4、363ヤードです。ニックネームはリンクスダンドと言いまして、セントアンドリュースの海側でないコースをリンクスダンドと言うんですけど、その一部にちょっとロケーションが似てるからってことで、そのようなリンクスタンドという名前が付けられました。はい、ここは右ドッグレッグのホールで、グリーンがブラインドで見えなくなってます。で、一応目印の旗はあるんですけど、そこが215ぐらいだと思うので、飛ぶ人は刻むか右の林を越えていくかっていう狙い目になると思います。私は今日ドライバーでピンの右目を狙って打っていきます。少し左目でしたね。あれだとちょっとラフになってるかもしれないです。ピンまで120ヤードなのでピッチングで打っていきます。
ちょっとキックが悪くて右にこぼれちゃいましたね。50度で打っていきます。ちょっとスライス入りますね。です。ございます。ティーショットはもう左のラフでもいいぐらいの気持ちで打っていけば全然パーもバーディーも狙えるホールになってくると思います。12番パー4、360ヤード SG で打ち上げのホールになります。ニックネームがノースコル、ホールがアイスランドとかなのかな、北側のなだらかな肩のうな、なんかアンブとかくぼみとか、うん、ちょっとコブの低いところにちょっとなんか似てるなみたいなような形で、まあ、確かにこう一回こう下がって上がってってるんで、うん、まあ、そういうのでノースコルというニックネームがついたと言われてます、うん、はい。ここはフェアウェイは形状的にはドッグレッグ、右ドッグレッグっぽくなってるんですけど、もうグリーンは正面に見えてます。でセカンドから打ち上げっていう感じのホールですね。でそうですね、ここは本当に狙い目の旗かちょっと左行っても大丈夫かなとは思うんですけど、もう旗まっすぐ狙いが一番いいのかなっていう感じですね。ちょっと木に当たったんですけど、抜けてれば大丈夫かなっていう感じだと思います。奥まで行ったら見えなくなっちゃうのか。ピンまで打ち上げ入れて125なので9番で打っていきます。今でセンタープラス2の位置なんですけど、やっと旗の上の部分が見えるぐらいな感じなので、ピンの位置によってはもしかしたらセカンド見えなくなっちゃうかもしれないですね。まあ、キックが前に行ってくれたので乗ってるかなと思います。ちょっと別荘エリア、別荘ですか、なんかそんな感じじゃないですか、うん、ナイスオンでした。少し下りでスライスですね。カップまでしっかりめで打てばそんなに切れないぐらいのラインだと思います。惜しい。いや、入ったと思ったんですけどちょっと弱かったですね。
まあでもここはやっぱりセカンドもとにかく乗せるのが大変だと思うので、しっかりピンの位置把握して、あと打ち上げも結構しっかりめですね。15ヤードは見た方がいいかなっていう感じありますね。